はい、どうもこんばんは。今日はですね、ゴーゴーカレーのメジャーカレーをちょっと出前館で頼みました。青汁も飲むんで健康も考えております。いやー、すごいでしょこのメジャーカレー。本当はこんな感じの店だとね、こういう感じで出てくるんですけど、まあテイクね、出前だと、いやにしてもでかいぞ。よいしょ。でもあったかみがなんか伝わってくる。すごいですよ。これとエビフライに、ソーセージ、そして卵もこんだけついていて、そしてさらにですね、このカツが、これあのロースカツと、そしてチキンカツまでついてるっていう、カツ2枚、はい、ボリュームでありますね。そしてこのごま、ごぼうサラダも食べますので、まあ、野菜もねしっかり。そしてちなみに私ね、このメジャーカレーを食べきったことがないんですよ今まで。はい、ただね、今日はちょっとお昼ご飯も早めに食べたということなんで、ちょっとこのですね、メジャーカレーもしかしたら制覇できるんじゃないかなと、ちょっと期待をしておりますが、まあ、一応注文になんでね、はい、食べていきたいと思います。じゃあまずごぼうサラダ。ごぼうサラダはメジャーカレーではないですが、美味しいですね。はい、ではこの金沢カレー特有のこのトゲ、フォークみたいになってるスプーンで食べていきたいと思います。じゃあまずはロースカツをね。うまい、おいしい。うまいっすね。これはいくらでも食べれるって毎回思うんですけどね、最初ね。うまっ。うまい。卵といただきましょう。卵とご飯で、ね、うん、うまい。うん、いいですね。でもちょっときつくなってきましたねやっぱ半分ぐらい来るとね、いつもそうなんですよね。こうなんかずっしりとカツが来るというか、そういう感じですね。というわけで、ちょっと今回も断念ということで、
終わりたいなと思います。ちょっともうね、マジで食えない。これはね、ちょっとね、もう仕方ありませんわ。ちょっとお腹が拒否してる。なので、またメジャーカレーやっぱり残念でした、ね、ちょっと期待してくださった皆さん申し訳ありません。これはまた朝に食べたいなと思います。ではでは。